お時間になりましたので、ただいまから座りすぎをやめれば健康寿命が延びる講演会を始めます。私は横須賀市福祉部健康長寿課川田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回は緊急事態宣言が出てしまったということもあり、本当に楽しみにしていた皆様には大変申し訳なかったんですけれども、ウェブでの講演会を行うことにいたしました。まだ操作などこちらも不慣れな点がございますが、どうぞよろしくお願いいたします。では講師の先生をご紹介いたします。岡浩一郎先生は日本学術振興会特別研究員、東京都健康長寿医療センター研究所介護予防緊急対策室主任を経て、2012年より早稲田大学スポーツ科学学術院教授として研究や学生の指導に当たっていらっしゃいます。横須賀市でも今まで健康のために運動をすることが良いということを市民の皆様には進めてまいりましたが、なかなか運動を継続するということは困難でございます。その時に単行本ですとか雑誌などで座りすぎに関する岡先生の記事を見せていただきました。非常にインパクトのある考え方であり、岡先生は座りすぎに関する国際的な研究プロジェクトにも関わっていただいている第一人者です。本日は一般向けに噛み砕いた内容のご講演をお願いしておりますので、お楽しみにお聞きください。ではよろしくお願いいたします。スタートして大丈夫でしょうか。皆様こんにちは。私は今ご紹介預かりましたけれども、早稲田大学特にスポーツ科学学術院というところにおりまして、新宿にある早稲田キャンパスではなくて所沢にキャンパスがあるんですけれども、そちらの方に今教授として勤務しております。本日はこのような講演の機会をいただいて非常にありがたいんですけれども、大きなテーマとしましては座りすぎをやめると、そのことによってみんなで健康寿命を伸ばしましょうといったようなお話をさせていただけたらというふうに考えています。60分しかございませんので、早速話の方を進めていきたいというふうに考えております。皆様方の、お配りした資料の方にもあるかと思うんですけれども、あなたの一日の生活を振り返ってくださいというふうにこのスライドは書いております。そこにありますように、どのくらいの時間以下のような場面で動いていますかということを大雑把でいいので皆様方にも考えていただきたいんですけれども、一般的に言われているその、余暇の時間っていうんでしょうかね、それがどれぐらい一日にあるでしょうか。また真ん中の仕事の時間ですね、中には仕事をされている方もいらっしゃると思うんですけれども、何時間ぐらい、その中で動いているでしょうか。あるいは、移動の時間でしょうかね、いろんなところに行くために移動すると思うんですけれども、そのような移動の時間でどれぐらい動いているのかということをまず一旦考えてみてください。よろしいでしょうか。そうしたらまた同じような質問なんですけれども、あなたの一日の生活を振り返ってくださいということで、今度は先ほどと同じ余暇の時間、仕事の時間、移動の時間なんですけれども、どのくらいの時間座っていますかということについて、皆さんにお尋ねしたいと思っています。テレビを見たりですね、それからそうですね、例えば余暇ですとラジオを聞くこともそうかもしれませんし、趣味のために何かこう活動したりという時にも座っているというのもこれに該当するかもしれません。また、仕事をされている方は例えばパソコンなんかを使ってこう座って仕事をされている方というのがいらっしゃったらですね、
どれぐらいの時間座っているだろうかということを確認してほしいんですね。それからまあ移動、まあ、車に乗ったりするとき、あるいは、公共交通機関ですね、バスであったり電車であったりといったもののときに、まあ、どれぐらいそれを利用して座っているかということです。特別に運転をしていなくても大丈夫ですし、まあ、覗いてほしいのは自転車で座っているというのはこの移動時間に含めないで、いただければというふうに思います。先ほどの逆に動いている方に自転車なんかは含めておいていただけたらと思います。まあ、このような形で、話があって、まあ、どれぐらい動いてますか、あるいはどれぐらい座ってますかっていうのは今ご自身の、中で振り返っていただけたかと思います。まあ、ここをベースにしてお話をしていきたいというふうに思います。まあ、ところでこれは皆さん方の資料に入っているわけではなくてですね、本当に直近でコロナのちょうど緊急事態宣言が出まして、そういった時にどれぐらい我々は活動量が減るのかということの情報を皆さん方と少し共有したいと思い、今日プレゼンテーションに加えさせてもらいました。これは日本人の山田先生という筑波大学の先生が書かれている論文なんですけども、平均年齢が74歳ぐらいの方々ですねを1400人ぐらいを対象に調査をしたらしいんですね。調査をした時期が2020年の1月、まあ、少しもうこの時点ではコロナの話が出てましたので、その全く影響を受けてないとは言い切れないんですけれども、まあ、2020年の1月と、まあ、緊急事態宣言が出ている4月ですかね、まあ、この時に、先ほどのような感じであなたはどれぐらい動いてますかといったような、尋ね方で、皆さんに自己報告してもらったデータをまとめているんですね。で見ていただけると全体ですと、1月と4月でだいたいですね 26.5% ぐらい日常的に体を動かす状態が減っているということが報告されました。まあ、それでその右の方の図というのは、一番上が健康な方、それからプレフレイルというのは少しこう体の機能や、まあ、認知機能も含めてですね、そういうものが少し落ち気味な人、それからフレイルというのはそういうのがかなり落ちてきている人というふうに、下に行くほど、まあ、生活機能が低下している状態というふうに考えられるんですけれども、まあ、どの、なんていうんですかね、状態というか、どの健康状態の人にとってみても、アクティビティというのは、まあ、30% から36% ぐらいの間で減っているということなんですね。まあ、こういったことから、やはりこのコロナ禍でかなり高齢の方々の身体活動の量というのは減ってきているということが分かります。緊急事態宣言が明けて少し回復傾向にあるということには報告はありましたけれども、まあ、それでもこういうふうにかなり落ちているということが分かってきています。またこれは我々の研究なんですね。つい先日論文が出たんですけれども、まあ、これ働く人に少し焦点が出ているんですね。で実は何をしたかというと、企業で働いている人たちを対象にして、最初に調査をしたのは2019年の2月、青い何て言うんですか、棒のところが2019年の2月ですから全くコロナの影響を受けてない時期、それから赤が2020年の7月ですので、まあ、緊急事態宣言下ではですね、どうしても活動が下がるのは、まあ、当たり前って当たり前ですので、緊急事態宣言が明けて、まあ、働き方なんかがどんなに変わったのかなんていうことを、見て、その働き方が変わったことが我々のその後の生活にどんな影響を及ぼしたのかということを調べてみました。まあ、そうすると見てもらうと分かる通り、これまではほとんど 週に 4.9 日ですから、ほとんど、なんていうんですか、もう職場に出かけて行ってた、週休2日の会社ですが中心になると思いますので、まあ、そういった状態からだいたい1日ぐらい、その赤の時点ですね、2020年の7月では、オフィスに行かない日が増えたというふうになりました。これは東京だけではなくて、神奈川も当然含んでいますし、日本全国を含んでいるデータですので、東京圏ですね、東京、神奈川、千葉、埼玉あたりですと、もっとこのオフィスワークの日が減っているということも分かっています。一方で、リモートワークといわれる、まあ、自宅から、あるいは、まあ、その自宅の近所とかですね、そういう、まあ、少しこうオフィス、自分が毎日通うオフィスではないところから仕事をするということが、
やはりその裏返しで1日ぐらい増えているという結果になっています。働いている日という意味では 5.07 と 5.01 ということでほとんど変わりがないですね。だこのように仕事の仕方が変わったら何が起こったかというと、見てもらうと分かる通り、ちょっと字が細かくて申し訳ないんですが、在時間と書いてあるんですけど、1日に座っている時間がかなり増えました。また上から4番目ぐらい、仕事中の在時間がやはり当然増えたんですね。これまでも仕事に行って座ってた人はいると思うんですけれども、それが家から仕事をするようになって、さらに在時間が増えたということが分かりました。でその下の体を動かす方に行ってもらうと、仕事中の中強度の身体活動時間、まあ、少し、中くらいの強度の、体を動かす時間が減りましたということが分かっています。まあ、このように我々の生活がこのコロナによって大きく影響を受けて、その結果として、在時間が増え、体を動かす時間が減っているというのは、高齢の方だけではなくて、我々のようなその働くような、日々働いている人間にとっても、そのような状況が増えてきたということが分かっています。で、まあ、それは一旦お話を置いておいて、このグラフを見ていただきたいんですけれども、横軸はですね1960年からずっと進んで、まあ今は2020年ですけれども2030年ぐらいまでのをプロットしています。それで縦軸は何かというと、週あたりにどれぐらい体を動かしているのかということをエネルギー消費の視点で表しているものなんですね。1960年、今からちょうど60年前ですかになるんでしょうかね、のところで見ていただくと、まあ、かなり、まあ、これで言うと220ぐらい、216ですか、正確には。というぐらいの、まあ、レベルでエネルギーを消費していたと言われているんですね。それが時代の変遷とともに、徐々に少々凸凹はあるように見えますけれども、まあ、だんだんと右肩下がりになってきている。我々は、一日の中でエネルギーを使わなくなってきているというふうに見て取れます。で特に紫は先ほどあった余暇、それからグレーのところは移動、それから赤は家事、それから青は仕事になります。見ていただけると分かる通り、余暇とか移動は実はそんなに、数十年も前から見ても変わっていないんですよね。一方で家事なんかのところ、赤のところなんかは少しずつ先細っていってますし、最たるものは仕事の場面でございまして、まあ、1960年ぐらいからするとほぼ半減していると言っても過言ではないというふうに思います。まあ、よくよく我々の家庭生活を見返しても分かると思うんですけれども、まあ、例えば1960年当時と言われるとですね、おそらくテレビはですね、チャンネルを変えたいとかテレビ見たいと思うと、その場から座っている場所から立ってでですね、チャンネルを変えたりしたと思うんですね。電気だって我々立ったり座ったりしながらこう線を引っ張ってたと思うんですよね。今それを見て考えてみても分かるんですが、親指一本ですよね、全部リモコンで終わってしまうというような生活です。洗濯だってそうだと思うんですね、昔ですと、洗濯機のところに行って脱水機へ入れて、それから干しに行ってっていうのが当たり前ですよ。今人差し指一本でスイッチをすれば最後まで行くんですよね。脱水、まあ、当然脱水までしょ、乾燥までしてくれるんですよね。まあ、こういったように我々はほとんどそういった家でやるような家事を含めたようなところにエネルギーを使わなくなっているんですね。最多のものは掃除でですね、まあ、このか今日お聞きの方々の中にもですね、そういう方いらっしゃるかもしれませんが、拭き掃除だとかと何とかじゃなくて、まあ、ロボットみたいな円盤みたいなものが永住をこう動いて掃除してるなんていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、それを我々は座って見ているなんていうのが今の現状の生活かもしれないですよね。まあ、そうやって見てみると、非常に我々は体を動かすということを何て言うんですね、どんどん取り除かれていってるということが見て取れると思います。一方で、このグラフにある黒い線を見ていただけると、これは右側のバーの軸、バーっていうか軸なんですけども、週あたりの在時間を表しているんですが、
まあ、徐々に徐々に、これも途中でこぼこはありますが、どん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 と増えていくことが見て取れるかと思います。下に書きましたが、技術革新が起こると、そうすると、まあ、生活の環境や仕事環境が大きく変わっていった。機械化され、自動化され、そのことによって我々は体を動かす機会はどんどん減ってしまう。で、在行動の増加が非常に顕著になってきているというのが今の我々の社会実態なんじゃないかなというふうに思っています。で、今日なんていうんですか、今日のお話は在行動、英語で言うとセデンタリービヘイビアというふうに言うんですけれども、一応定義だけ皆様方にお伝えをしておきたいと思います。そこに赤で書いてある通り、在とか、まあ、ハンガイ、これはリクライニングという意味です。または外の状態で行われる、まあ、エネルギーを消費するその量が 1.5 メッツという、それ以下の起きている時間のすべての行動のことなんですね。よく聞かれるんです。在行動っていうことは座ってるってことだから、横に寝そべってテレビ見てるときは含まれないのかなんていうことをよく話してると聞かれるんですね。まあ、そうではなくて、そういうものも全て含んでいるというふうに思っていただけたらと思います。で、これまで皆様方も、まあ、体を動かしなさい、運動したらいいですよなんて言われていたのは、下の図にあるように3メッツと言われる、まあ、通常3メッツっていうのはですね、通常歩くスピードぐらいです。それ以上の、まあ、強度の活動が推奨されてきていました。で、当然今もされています。ですので、そのことをしっかりやっていただくということは非常に健康にとってもいいことなんだと思っています。今日の最初の話にもありましたけれども、なかなかそういうことができないんだよね、続かないんだよねという話があったと思うんですね。それを表しているのは大体3以上のことを表しています。で、今日取り扱う話はその一番左のところ、 1.5 以下のところ、ここが実はその3以上のアクティビティをやっていたとしても、この 1.5 以下が多いといろんな問題が引き起こされるんだということなんですね。そのことを今から見ていきたいというふうに思います。こちらはですね、世界での20カ国で平日に1日にどれぐらい座っていますかというふうに尋ねた、その数字が載っています。これは値は平均値ではなくて中央値ということで、その対象者の中で一番多く答えた人がどの時間帯だったかという数字に当たるんですけれども、見ていただけると日本、ジャパンというのが一番上にあって一番長いというふうに、まあ、言われているんですね。まあ、同じようにサウジアラビアなんかも、まあ、長いんですね。まあ、お金持ちで一日中座ってるんでしょうかね。理由はよくわからないんですけれども、まあ、これを見ていただけると、それ以外のさまざまな国、下の方に行くとUS、まあ、アメリカとかですね、それからオーストラリアなんていうところもあったり、非常にこう、このデータからすると短い。日本人は長いんだなんていうのが結果として残っています。で、私自身は、まあ、この図から読み取れることっていうのは、当然日本人長いことには間違いがないんですが、まあ、アメリカ人よりも短いとかっていうわけではなくて、まあ、そうやって、こう、あなた一日どれぐらい座ってますかっていうと、一生懸命日本の人たちは、自分がどれぐらい座ってるか考えて、よく真面目に答えたんじゃないかななんていつも言ってるんですけども、まあ、でも7時間っていうのはあまり間違いじゃない時間というふうに考えているし、決して日本人が座ってる時間が短いなんてことはないというふうに考えています。で、そのようなこう1日全体で座っている時間と、ここではなくなるというリスクですかね、について紹介しておきたいと思います。で、このグラフはですね、オーストラリアに住んでいる人たち、45歳以上の人たちを22万人以上ずっと追跡するんですね。で、ある時点でのその人の座っている時間を尋ねして、そこから、まあ、皆さんがどれだけ元気で生活できているか追跡していくんですけど、中には亡くなる人もいるんですね。そのような方が、まあ、研究では5400人ぐらい3年間追跡するといたということなんですね。で、下の図を見てほしいんですけれども、先ほど言ってます、その1日のトータルの在時間を0から4時間未満の人と、4から8時間の人と、それから8から11時間の人と、11時間以上の人に分けてるんですね、22万人です。で、一番左の人、0から4
未満ですと回答した人を基準、まあ、REF と書いてますけど、これリファレンスという意味です。基準にすると、それ以外の時間座っている人が、その間に亡くなるリスクが何倍高かったのかということを表しているんですね。で見ていただけると、まあ、4から8のところはほとんど変わりがないんですが、8から11時間のところになると 1.15 倍、すなわち 15% ですね。それからもう11時間以上のところになると 1.40 倍、すなわち 40% も亡くなるリスクが高かったということが分かっているんです。で、いやいや、そんなこと言ってもそれはそうでしょう。年齢のこともあるでしょうし、性別だって影響している可能性もあるでしょうし、というふうに思うと思うんですね。で、右側の上のあたり、ちょっと小さい字になってますけれども、性とか年齢とか、それから教育を受けた歴とか、住んでるエリアとか、当然体を動かしているといったような、データについても、統計学上調整するという言い方を我々しますが、その影響を、まあ、なかったというふうに仮定するということなんですね。それから BMI というのは太ってるかどうか、それからタバコを吸ってるか、主観的に健康度が高いかどうかなんていうことを全部そのような影響を統計学上調整した上で、このただ座っていることと亡くなるリスクがどう関係しているかというデータなんです。まあ、こうやって見てみると、活動をやっていたとしてもそれ以外の時間座っていることがの、多いことが亡くなるリスクに非常につながっているということを見て取れると思います。こちらは日本人を対象としたデータです。45歳から74歳ぐらいの方々8万3000人ぐらいを9年近く追跡をしたんですね。そうすると4500人ぐらいの方々がその間亡くなってしまいました。先ほど言ったように年齢だとか調査の時期だ、地域だとか働いてるかどうかとか糖尿病があったかどうかとかいろんなことを統計学上調整します。当然体を動かしてたということ自体もその影響を取り除いてみたとしても、左の、青い方が男性、右側は女性なんですけども、男性の場合3時間以上3時間ほども座ってませんと回答した人に対して8時間以上座ってますと回答した人は 1.18 倍、すなわち 18% もリスク、死亡のリスクが高かったという、そういうような報告がなされてるんですね。女性の方はこの研究においては、その数値っていうのは統計学上は有意ではなかったんです。まあ、こういったように、これは実は日本から初めて出された、その座りすぎの問題と、その健康の関係を報告した研究となると思います。でまた皆さん方この講演聞かれている中にもテレビよく見てますよなんていう人いらっしゃるかもしれませんが、これは NHK の放送文化研究所というところがですね、1日に座っている時間、テレビを見ている時間がどれぐらいあるかということを調べたグラフになるんですね。で横軸は10代から70歳代まで、それ70歳以上ですね。それから、縦軸が時間、1日の時間になるんですけども、まあ、男性など、まあ、若いうちはまあ1時間とか2時間ぐらいなんですけど、50代ぐらいから徐々に増え始めて、50代で3時間を超え、60代、まあ、退職をされたりする年代っていうこともあるでしょうが、急激に増えて 4.29 時間になります。70代以上に至っては、もう女性を抜いて 5.4 時間、テレビを見てます。1日の時間ですね。女性の場合はちょっと立ち上がりが早くて40代ぐらいですでに3時間を超え、50代で4時間、60代ぐらいはほとんど男性と変わらないんですけれども、まあ、70代ではまた 5.29 という男性の方が長くですね、まあ、このようなテレビを見ている、まあ、この中にはさすがにテレビを立って見ているという人はいらっしゃらないと思うんですけれども、この、座ってテレビを見ている時間というのは座っている時間の代わり、代替の指標としてこれまでいくつかの研究が行われてきています。これはかなり有名な研究なんですけれども、テレビを見る時間と肥満とか2型の糖尿病といったような、そういうものとの関連があるかどうかっていうのを調べているんですね。で見てもらいますと、横軸はこれ週あたりのテレビの視聴時間がありますので、まあ、7で割っていただくのがいいんだと思います。ほとんど見ていないという人が一番左のバーで、
週あたり40時間以上、先ほどの日本でいうと70歳以上の方々見ているような時間帯、時間ですね、になっています。左側の図が肥満について、右側の図が、2型の糖尿病のが発症するリスクなんですね。で見ていただけると綺麗に右肩上がりに増えていっているのが分かると思うんですね。ほとんどテレビ見ませんと回答している一番左の人たちに対して40時間見ますよ、40時間以上見てますよと回答している人たちは肥満の場合は 1.94 倍、2型糖尿病の場合は 1.70 倍ですか、ぐらいまで、そのリスクが高まるというふうに言われているんですね。下に書いてますけど、身体活動や運動を行っていたとしても、テレビを見ている時間、この座りすぎというものが肥満2型糖尿病の発症に大きな影響を及ぼしているんだということが、今から20年近く前にもう報告されているんですね。でこちらは同じように、テレビ視聴時間なんですけれども、その亡くなってしまうリスクとの関連を見た、これ私が実は2012年に、メルボルンに留学をしているんですけれども、まあ、オーストラリアですね、そこの研究所、私がちょうど留学した研究所がやっている研究なんですね、オーストラリア全土からですね、無作為に抽出した人たち8800人ですね、を、まあ、6.6 年間ぐらい追跡をしているという研究なんです。テレビ視聴に関わって見てみると、1日2時間も見ませんよというふうに回答した一番左側の人たちに対して、4時間以上見てますよというふうに回答した一番右側の人たちというのは、実は 1.46 倍、45% 亡くなるリスク高かったんですね。で右の上の方を見ていただきたいんですが、少し字が小さくて申し訳ないんですけれども、年齢も性もタバコを吸っていることも、教育を受けているとか、どんなものを食べているか、エネルギー、摂取エネルギーですね、食行動とか、余暇にどれぐらい体を動かしているかとか、どんな薬飲んでるかとか、そういったようなありとあらゆるものの影響を取り除いても、このテレビを見て座ってる時間と、亡くなるリスクというのは強く関係したということが報告されているんです。こういったところが今分かってきていると思いますね。で彼らはさらにこのデータベースを用いて分析をしてですね、25歳よりも後にテレビ視聴のために1時間座り続け、座行動を続けるごとに平均余命といって、これから先生きられる時間というんですかね、がですね、推定で22分も短くなる。じゃあ1日3時間もテレビ見たら、だいたい1時間ぐらいずつこれから先の余命が少なくなっていくのかなんていうふうに思うんですけれども、まあ、こういうようなセンセーショナルなデータも実際には報告されているんですね。まあ、こういったところが様々な研究から分かっているんです。日本でも同じようにテレビの視聴時間に着目してみると、肺がんの罹患であったりとか、肝がんで亡くなるといったことであったり、それから、まあ、脳卒中とか肝動脈の疾患ですね、そういうものによって亡くなったり、慢性の肺、閉塞性の肺疾患といって、まあ肺の機能が非常に低下した状態、 COPD と言われる病気ですけども、そういったものの死亡と関連があるという報告がどんどんと日本からもなされていっています。で非常に興味深いのは、このテレビ視聴時間と肺塞栓症の死亡っていうことですね。肺塞栓症っていうと皆さんあんまり聞き慣れないかもしれませんが、要するにエコノミークラス症候群というふうに考えてください。このエコノミークラス症候群によって亡くなるというリスクとの関連なんですね。これも8万6000人ぐらいの方々を20年近く追跡しているんですね。で見ていただけると分かる通り、テレビを見る時間が 2.5 未満の人に対して1日5時間以上ですよと回答した人ですね、 2.5 倍もこのエコノミークラス症候群で亡くなるリスクが高いというふうに言われています。まあ、エコノミークラス症候群というのはですね、よく飛行機の中でですね、狭いところに座っていて起こるというふうに考えられると思っていると思うんですけども、別にテレビを見ているところだって足を動かさなければ全く同じことですし、仕事に行ってパソコンずっと使って足を動かさなければ全く同じなんですね。基本的にはそのエコノミークラス症候群と言いますけれども、そのように
下肢を全く動かさないような状況が起こるとこのような健康のリスクが高まっていくんだ。で左側ちょっと見てほしいんですが、小さい字で書いてます。歩いてる時間もスポーツをやってる時間もそれ以外の変数もいろんなことを調整した上でのこの関係なんです。まあ、こういったところから我々は下にちょっと書いてますけど、アクティブカウチポテトという踏み方をしてこういう人たちを研究してるんですね。体を動かしてるにもかかわらず、それ以外の時間ずっと、まあ、昔流行ったカウチポテトっていうね、あのテレビをなんかポテトチップスを食べながらずっとテレビを見てる、座ってしたソファに座ってるみたいなのイメージなんですけども、アクティブなのにカウチポテト、体を動かしてるからいいわけじゃないんですね。それ以外の時間どれだけ座ってるかというところが、このように健康への悪影響が非常に大きいんだということがだんだんと分かってきています。そういう研究をまとめている研究もあるんですね。そこに上がってますように、総脂肪というのは理由を問わないでなくなること、 CVD というのは心血管疾患の罹患とか死亡、まあ、心臓病とか脳卒中みたいなものを含んでいると思ってください。それからがんですね、がんの罹患とかがんの死亡、特に体を動かさなくていいとなりやすいがんというのは男性の場合は 男女ともですけど大腸がん、あとは女性の乳がんなんていうのは非常にあの体を動かす動かさないことと親和性が高いんですけれども、そういうものにがんの発症とか死亡みたいなところ、それから糖尿病への罹患といったところ、全てにおいて全部統計学上優位に、この座ってる時間と関連があるんだ。その影響は特に体を動かしているレベル、しっかり体を動かしない人にとって余計に影響は大きくなるというようなことも分かっています。またじゃあ何時間ぐらい座ってたら座りすぎなの、何時間ぐらい座っていたら、健康のリスクが高まるのというようなことで世界中の研究をまとめている人たちもいますね。これは34の研究で130万人のデータをこう統合して分析しているんですね。そうやって見てみると、こう右に行くほど在時間が長いんですけれども、死亡のリスクが高まるというのはこういうグラフになってまして、大体、この人たちの言っていることというのは、死亡のリスクを高める1日の在時間の域値というですね、は大体8時間ぐらいじゃないだろうかというふうに言われています。こういったことまで最近では分かってきているということを皆さんにはぜひとも知っておいてほしいというふうに思います。またもうちょっと身近なところで、テレビを視聴する時間と歩行速度の関係、まあ、握力もこれみたいですけど、この握力はこれ優位な関連がなかったので歩行速度だけのデータを皆さん方にお伝えしておきたいと思います。49歳から92歳までの人たちを、ある時点でテレビを見ている時間と、それから歩く速さですね、を測ってるんです。で、それをこう10年間追跡していると、10年後にまた同じように測ってるんですね。で、その10年前に見ていたテレビの視聴時間が下に2時間未満、2から3、3から4、4時間以上となっています。で、その、そこに書いてある上の淡いバーは、10年後の歩行速度。見ていただけたら分かる通り、10年前にテレビを見ていた時間が長いほど、歩くスピードが下がってるんです。まあ、だから10年前にテレビを見ていることを聞いていれば、その人が10年後に、どれぐらい歩くスピードが落ちるかなんていうのを予測できるなんていうことも指摘されるようになってきました。何が言いたいかというと、歩行速度というのは今日のテーマにもありますように、まあ、元気で長生き、すなわち健康寿命をに影響を及ぼす最も大きな要因とも言われています。その歩行速度が速く歩けるということがだんだんとこの座りすぎによって、落ちていくんだということも知られるようになってきました。また皆さんも非常に興味あると思うんですけども、座っている時間と認知機能ですねの関連なんていうのも研究の対象になって、2500名ぐらいの高齢の方々を対象にして、同じようにこうスクリーンに向かっているんですけど、テレビを見ている時間とパソコンを使っている頻度というものをお尋ねして、そこからこう認知機能を追跡していってるんですね。
まあ、興味深いところは面白かったのはパソコンの利用頻度が高い人っていうのは意外と認知機能の低下というのは防ぎがち、防がれていたんですけれども、テレビを見てる時間が長い人っていうのはその後に認知機能が低下するリスクが高かったといったような感じの研究成果が報告されるようになっています。まだまだこの辺については結論を得ているわけではないんですが、座っている時間が単に死亡のリスクだとか肥満だとか糖尿病だというところではなくて、歩く機能とか認知機能とか、我々にとってどうしても維持したい健康寿命のためには落としたくない機能とものすごく密接に関連していることを皆様方にはぜひとも知っておいていただけたらというふうに思っております。ここにはじゃあ今言って話してきたんですが、1日の起きている時間の行動がどんな感じになっているのかということを、これプロットしているんですね。で、これまで健康にとっていいよと言われてきたような中高強度の身体活動、すなわち3メッツ以上の身体活動、我々の起きている時間が大体 0.4 時間ぐらい、すなわち、3% から 8%、 多くても 8% ぐらいだろうというふうに指摘されています。でそれ以外の赤いところですね、今日のテーマになっております座位行動というのは 8.2 時間平均ですね、だいたい生活の 46% 46% って相当少ないんですけれども、私たちでいうとだいたい3歳ぐらいのお子さんをお持ちのお母さんは、これぐらいの人が多かったんですね。やっぱり自分の意思とは無関係に子供がこうあちこちあちこち来るので、そのたんびにお母さんもちょこまか動いてなので短いんですけど、一般的には右側にある 59%、 ほぼ6割ですね、3分の2近くは座って生活していると。で残りのまあ大体、37% から 46% が、家事でちょこまか動く、仕事中に少し動いているみたいな、時間が多くを占めているんですね。でこの座位行動が中高強度の身体活動に変わればいいんですけど、そういうわけにはなかなかいってなくて、この低強度の身体活動とのトレードオフが起こっているということが分かってきています。そういったことから中高強度の身体活動、要するに運動しようみたいな、それを一生懸命やっていくことも大事なんだけれども、一方でこの座っている時間を減らして、ちょこまかちょこまか動かす、体を動かす時間を少しでも増やしていこうというのが今日の大事なテーマです。で我々はその高齢の方々に、この右にあるですね、これオモロンという会社が作っているですね、活動量を測る機器をつけてもらったんですね。でそうすると主観的にじゃなくて客観的に、その人が何時何分にどれぐらいの強さで動いたかが分かりますので、その 1.5 メッツの以下の活動を座位行動として測ってみました。ここ簡単に示しますけど、男性の場合、特に女性よりも、これ65歳以上の方々、84歳までの方々なんですけども、女性よりもダントツで多いんですね。1時間ぐらい男性の方が多いというふうに、この研究で分かりました。それから年齢がやっぱり高いほど、後期高齢の方ほど、多いということも分かっていますし、BMI、少し太り気味の方の方が、やはり、そうでない方に比べて多いということも分かってきました。また何が、そのような時間を増やしているのかということをそれぞれの場面で調べてみたところ、やっぱり一番影響が大きかったのはそのテレビを見ている時間が、ここで言うと195分あります。 3時間強ですね。それからその右にあるその他と書いてますけど、これはおしゃべりとか読書とかといったもので、これは2時間ぐらいですね。こういったもので1日5時間以上費やしてます、在時間費やしてますので、で特にこの中でもテレビ視聴というのが問題であったということが分かってきています。でそれらですね、さっきのような客観的に、1日座ってる時間を測るものをつけて、その先どれぐらいその客観的なものをつけると、1日のトータルの時間が長い人や短い人が分かるとともに、どれぐらい連続して一度に座っていたかなんていうのも分かるんですね。その長時間連続したという定義は、我々は30分以上連続している時間があると、その長時間連続した座位時間というふうに捉えて、それが多い人と少ない人
これを掛け合わせてですね、そこに4つのグループが作られているんですね。で、何が一番問題だったかっていうと、まあやっぱり丸の4番、一番下ですね、トータルの在時間が長く、かつ長時間連続した在時間が多い人たち。当然ですよね。トータルも多いし、連続してずっと座ってる時間が多いという人たちが一番、これは死亡のリスクですけど、高かった。で、2番目は何だったんだろうと思うと、やっぱりトータルの在時間が長く、その連続した在時間は少ないかということで、まあ、結論が出てるわけではないんですが、まあ、ここで言うと、まあ、やっぱり1日にどれだけ長く座ってるかということは、まあ、死亡のリスクにとっては大きな問題になるだろうということが、ただただ自己報告した在時間だけじゃなくて、客観的に測った在時間からも分かるようになってきます。非常にこれ最近のホットなトピックとして研究が盛んに行われるようになっています。そういったものを少し集めてみて、また統合したんですね。世界中の研究を統合して、横軸は右に行くほど在時間が長い、客観的に測った在時間です。縦軸がそのリスクをプロットしてるんですけども、こんな感じで上がっていくと。で、実際はこんな曲線的な関係を描くんだというふうに言われてるんですが、この客観的に測った場合は、在時間が総死亡のリスクを高める、その域値というのは 9.5 時間というふうに言われています。先ほど8時間という話がありました。あれは自分で報告した研究が中心なんですね。ですからこの8時間と 9.5 時間のこの何て言うか、時間の違いというのは、まあ、やっぱり自己報告するとどうしてもこう、我々はバイアスとよく言いますけれども、過小評価してしまうんですね。なかなか座ってる時間を正確に自己報告するのは難しいですので、まあ、そういうこの 1.5 時間の差はそういうものを表しているのかなというふうにも思います。それでも、まあ、大体8時間とか 9.5 時間ぐらいが座りすぎの目安なんではないかというふうに考えてもいいと思います。少しここからは働く人のことに焦点を当てて、皆さん方に情報を提供しておきたいと思うんですけど、皆さん方もこれまでかなり働いている、もちろん今も働いている人いらっしゃると思うんですけれども、日本人というのは1980年ぐらいというのは猛烈に働いてたんですね。これは平均の年間の総実労働時間なんですけど、他の国々に比べて圧倒的に多く2100時間以上働いている。それが1988年の労働基準法が改正される、これはすなわち何かというと週休2日制が始まったところなんですね。その普及からですね、少しずつ少しずつ年間の労働時間という意味では減ってきているというふうに言われています。ただしですね、当然1日、週土曜日を削るわけですから、平日の1日あたりの労働時間は見ていただけると分かる通り右肩上がりに増えていっていると思いますし、長時間の労働者、1日10時間以上働くような人たちというのも時代の変遷とともに増えていっているということが見て取れると思います。で、この、まあ、1976年からこのずっと時代の中、変遷の中でどんどんと仕事形態も変化してきました。76年というとそんなにデスクワーカーが多くなかった、パソコンが普及してなかったということもありますので、デスクワークは少なかったと思うんですが、どんどんとデスクワークが増えていったことと相まって、座りすぎということは非常に多くなってきたということが、分かってきています。我々は働く人にもちょっと測ってみました。先ほどの機械をつけてですね、1日にどれぐらい座っているのかという人を働く仕事の職種ごとに見てみました。青がデスクワークの人、赤が立ち仕事の人、緑が歩き回る仕事の人、紫が力仕事の人なんですね。見ていただけると分かると、休日はどんな職種の人も、どんな仕事の形態の人も、ほとんど変わらず1日6割ぐらい座ってるんですね、起きてる時間。勤務時間外もまあ少し差はあるんですが、それでもほとんど、まあ、55% ぐらいでしょうか、平均で見ればですね、それどの職種の人も近いんですね。一方で勤務時間内は、立ち仕事、歩き仕事、力仕事の人は2割から3割強しか座りませんというふうに言ってる、測定されているのに対して、デスクワークの人は約 70% 座ってるんですね。
で実はこの青いところに対象者の全体の7割ぐらいが含まれていまして、私たちは7割のデスクワーカーが仕事時間中の7割も座ってるんですっていうふうにして、これをもっと解消する必要があるんじゃないでしょうかといったようなことをお伝えしていっています。先ほども言いました長時間の座位行動、30分以上連続した座位行動の場合も当然勤務時間内が非常に多いと、デスクワーカーですねということも分かりました。でそのような働く人たちの座位行動のパターンとメタボですね、メタボの発症がどうなのかというふうにこれ検討したんです。一番左が総座時間、一番右が30分以上連続したような座時間が、一番左の青がかなり短い人、赤がまあ短い人、緑がまあ長い人、紫がかなり長い人になっています。で総座時間では実は関係は有意でなかったんですね、メタボの発症について。だけれどもさっき言った30分以上続けてずっと座っているような時間が多い人たちにとってみたらメタボリックシンドロームになる、要するにお腹周りが太くなって血圧が高くなったり糖尿血糖値が高くなったり脂質が異常値を示したりといったような人の、リスクが非常に高くなるというようなことも分かっています。まあ、働く人にとってみるとこういう健康への悪影響があるということなんですね。ところで最近メール、E メールっていう、我々はよくそのメールを使って仕事をすると思うんですけど、これは日本ビジネスメール協会っていうところが、これ研究ではないんですが、調査をしたみたいで、報告しているものことはですね、日本人ビジネスマンが1日にメールに費やす時間がどの程度あるのか、なんていうことです。で、その報告によるとですね、1日に、下の方ですね、大体39通ですから、1日ほぼ40通ぐらいメールって受け取ってるらしいんですね。で、それに対して1日に13通ぐらいメールを送信してるっていう、ね、私からするとかなり少ない数字だなと思いつつ、まあでも平均ですから、こういうものなのかもしれませんけれども、そのメールを1通を読むのには費やす時間を1分とし、メール1通を書くのに費やす時間は6分とする。そうすると、日本人のビジネスマンというのは、1日に合計でだいたい2時間ぐらいはメールに費やしてるんですね。それがなんか例えば右のようにこう肩こりが進むような姿勢だったりなんか、お尻をずらして座ってですね、非常にこれ肩こりとか腰痛にも悪いですし、まあ、こんなの1日2時間もやってるっていうのは大きな問題だと私はよく言ってます。メールって座って書かなきゃいけないですかっていうふうによくこのような講演をさせていただくときにお話するんですけれども、まあ、それぐらい時間を使ってるんだということは我々認識しておくべきだと思いますね。この方政治家の方ですけれども、こうやって仕事をしてるっていうのをご自身の Facebook というのを使って SNS で配信してるんですね。デスクの上にデスクを置いてそこで仕事をしてる、まあ、先ほどのようにもちろんメールも打ったりもするでしょうし、いろんなお忙しく仕事されてると思うんですけれども、この方もね意識が高いですからこうやって仕事をしてるんですよなんていうのを報告してるというのは我々すごいなというふうにいつも思っています。でこのようなその働く人たちが、健康だけじゃなくてですね、その仕事をすることそのものへの影響もあるんじゃないかというふうに我々は思い、それを調べてみました。で細かなことは割愛させていただきますけれども、どんなことを調べたかというと、仕事時間中にどれぐらい座っているのかというものを調べて、それと仕事中の、生産性というんですか、特にここでは仕事の効率という項目を指標として扱っているんですけれども、それが良かったかどうか、それからワークエンゲージメントなんて言って、仕事への取り組み状況みたいなものをこう調べています。その両者の関係を調べて、非常に興味深い面白い結果だったので皆さんにお知らせしておきたいと思いますね。でこれは左側が20、30代、右側が40、50代、まあ、ちょっ と,、仕事の役割とかが違うので分けて分析した方がいいだろうということで2つに分けています。で青いバーの人たちが、仕事中の座位時間が少ない人たち、短い人たちですね。赤い
バーの人たちが仕事中の 在時間っていう、ね、それが多いグループになります。でこれまでの最高最低な仕事の効率と比べた場合に直近今週ぐらいの最高最低な仕事の効率はいかがでしたでしょうかっていうような聞き方になってるんですけれども、 40、50 代の人にとってみれば在時間が短かろうと長かろうと仕事の効率別に関係ありませんというような回答でした。で左側の 20、30 代の最低の方の図を見てほしいんですけど、仕事時間が短い人に仕事中の在時間が短い人に比べて、赤の仕事中の在時間が多い人はですね 1.38 倍も、在時間が多いと、あごめんなさい、生産性が低いと仕事の効率が悪かったというふうに回答した人が 38% も多かったという結果なんですね。仕事ができないからずっと座ってなきゃいけなかったっていうことの裏返しなのかもしれませんが、どちらにせよですね、仕事中の在時間と、仕事の生産性の悪さということについてが両者が関係をしているということは明らかとなりました。またワークエンゲージメント、どんなことかというと仕事から活力を得て生き生きですね、仕事に熱心に取り組むとか仕事に誇りややりがいを感じているなんていう指標なんですけども、左側の 20、30 代のところを見てもらうとちょっと赤い方が、多いように見えますけれども、統計学上はこれは全て優位ではありませんでした。一方で右側のですね、中高年の方々なんかは、青い活力のところから見ますけれども、仕事時間中の在行動が短く少ない人たちに比べて多い人、赤い方は仕事から活力を得て生き生きしてないと回答した人が 1.43 倍、 43% もですね。それから真ん中、熱意の、ね、仕事に熱心に取り組んでないと回答した人が 61% も多いです。また仕事に誇りややりがいを感じていないというふうに回答した人が 39% も多い。皆様方も昔というかですね、窓際族なんていうのを聞いたことあるかもしれませんが、まあ本当にそういう人たちなんじゃないかと思うように、それが非常にこう在時間の長さとつながっているといったようなことが研究で分かりました。ですから、よく会社の、まあ、なんていうんですか、経営者のような方々にもお話することがあるんですが、将来元気で長生きとかということだけじゃなくて今の、仕事にも直結してるんです。だからもっと、そのオフィス仕事の現場でこの座りすぎ対策を積極的に進めてくださいということをお勧めするようにしています。これも面白かったんで皆様方にお知らせしておきたいんですが、これ何かというとトイレの角度が あそこにあるように 13% ぐらい傾いてるらしいんですね。イギリスで話があってですね、仕事が嫌になってトイレに逃げ込んでずっとトイレで座ってスマホをしているらしいんですね。それを避けたい、そういう仕事の生産性が低い人たちを少なくしたいというためにトイレの角度を変えたらしいんですね。そうするとこのトイレは5分経って5分経つとなんか耐えられなくなるというらしいんです。私も座ったことないのでわからないんですけども、こういう取り組みによって会社のトイレの在時間を減らそう、スマホ時間を減らそうなんていう取り組み、また名前が面白いんですね。これをスタンダードトイレと言っているところが私は面白いなと、まあ、こういったところから働く人たちの健康や生産性を向上させようなんていう、まあ、面白い取り組みもあるので、まあ、皆様方に紹介させていただきました。で、まあ、実際のところ、在行動っていうのがじゃあどれぐらいでどれぐらい中断すれば我々は少しその健康への悪影響を避けられるのかといったようなことを実験室の中で検討している研究もございます。これはですね、分かりやすく言うとある対象者の方々がですね、3つの条件での参加するんですね。で、全ての条件をやるんですけど、一つはこのブルーのところにある一日中ずっと座っているようなそういう条件 の実験条件で参加します。その時に血液を取ったりで食べているものはずっとみんな同じです。そこもコントロールしてやります。でずっと中断をしないでずっと座りっぱなしのような日の条件と、赤と紫っていうのは20分あるいは30分ぐらいに一度2分から3分ぐらい、何かのアクティビティでブレイクをします。
で、そのブレイクの条件が違っていて、紫の方は、先ほどあった3メッツと言われる強度以上のアクティビティでブレイクをするですね。30分のうちの2、3分ですね。赤のところはそんな3メッツもなくて、低強度と言われる 1.5 から 2.9 ぐらい。まあ、活動で言えば、例えば仕事中にちょこちょこと動いてトイレに行くとかですね、ちょっとお茶を汲むみたいな、あ、家事活動も含めてですね、それ強度が低い、スタスタと歩くようなことではない活動でブレイクをする。そのように全然ブレイクをしない日と、そのようにその強度は違うけどブレイク、30分一度ブレイクをするんであると、食後の血糖値とかインシュリンの抵抗性、すなわちこれは糖尿病に関わるような指標ですけれども、そういうものがどれぐらい違うのかっていうのを見てるんですね。で、興味深かったのは、当然これ値が高いほど悪いんですけれども、当然何も中断しない条件っていうのは非常に数値的に悪い。血糖値にしてもインシュリンの抵抗性にしても悪いというふうに言われてるんですけれども、紫のように、高い強度で中断したとしても、赤のように低い強度で中断をしたとしても、ほぼその改善の度合いは変わらないというところが、この、座りすぎの、まあ、ブレイクというか中断するということの非常に興味深い点で、大事なのは強度じゃないんです。頻度なんですというのが多分結論なんです。ですから、ちょこまかちょこまか、まあ、ここで言うと30分に一度ぐらい 2,3 分、座りっぱなしをやめる、そのことによって急性的な効果でありますけれども、食後の血糖値であるとかインシュリンの抵抗性、こういうことっていうのは毎日毎日のことですので、当然その積み重ねで要するに糖尿病になりやすくなったりしていることにもなりますので、そういう予防するのには強度じゃなくて頻度なんですというようなことが分かってきました。足で何が起こっているのかということを皆さんに知っておいてほしいと思います。で、これはですね、脚部、足のですね、筋電図をこれ取っているのをプロットしてるんですね。で、立ってる時っていうのは一番左のところですね。まあ、でも立ってるだけで足の筋活動がかなり行われてるんですね。当然歩くとそれよりも強い強度で筋活動が起こる。でも一方で今日の話の座っているというところにほとんど筋の活動は行われていないんですね。それから立ち上がる、図にあるようなジャンプなんかしなくていいんですけど、パッと立ち上がるとですね、やっぱりかなり筋活動が起こり、立ってるとそこにあるような筋活動。で、この筋が活動している、筋にスイッチが入るっていうことが我々の生活にとってものすごく大事だということが分かっています。で、まあ、ここでは、まあ、今日、メタボとかですね、心臓病とか、まあ、脳卒中含めて、脳卒中なんかはね、介護になる一番の原因ですから、そういうものにならない。どうしてそういうものになってしまうのかっていうメカニズムもいろいろ提案されていて、まあ、何が分かっているかというと、我々の下肢にはですね、70% ぐらい、筋肉がついてるんです。体全体の。ですから、で、特に太ももの筋肉っていうのは、体全体の中での筋肉として一番大きいんですね。そういうの筋肉が座りっぱなしになることで全く動かない機能不全を起こしています。で、このような状況が下肢の筋活動が下がってしまうと、まあ、少し難しい表現しますが、グルッド4なんて、糖の代謝ですね。糖を血液の内でその輸送していく。そのグルッド4というこの機能がどんどんと下がってしまうんですね。また、リポタンパクリパーゼなんていうのは、脂肪を分解する酵素なんです。その活性がどんどん下がる。まあ、こんなことになれば、さっきあった肥満になりやすくなったり、糖尿病になりやすい。すなわち代謝の疾患のリスクがどんどん高まるといわれています。それから、座りっぱなしの姿勢というの、左側のピンクの方ですけども、この状態は血流が悪くなるんですよね。我々の体を横から見ると、膝も L、腰も L、みんな L になる。でも、ふくらはぎはですね、第二の心臓ですから、我々の上心臓へ血液を戻さなきゃいけないんですけど、血液は戻りやすくなってないんですね。どこもかしこもが押されている、それから動きが止まっているということで、血管の内皮機能が悪くなる。
要するにそれでもあのなんていうんですか、血液を上あの心臓を返さなきゃいけませんので、まあ、そういったところから血圧がすごく高くなるような状況ができて、高血圧になったりその先にあるような心臓病になったりして、まあ、こういうのが我々が、まあ、ただ座ってるだけ、ずっと座りっぱなしなだけでものすごく体の中に起こってるんですね。でこれまで、まあ、昔から言われてるんですけど、ずっと座りっぱなしで腰が痛い、肩が痛いというような運動器の問題だけではなくて、ここにあるような、うん、こう我々は心血管代謝疾患と呼んでますけど、糖尿病であるとかメタボであるとか、そういったようなリスクとか、その先にはやっぱ介護があったり死があったりするんです。だからこそこのストレスをいかにして減らすかというのをもう少しこう注力していくでしょう。最近ですとメンタルヘルスとか認知機能というところにとも関係することが分かってますので、まさにこの健康寿命を長く保つためには座りすぎ対策がいかに重要かということは分かるかというふうに思います。これもなんかヤフーというサイトのニュースになってますけど、ミンディ君って言ってこう科学的予測に基づいて作られた80年後すなわち2100年の人間のモデルだったんですね。でその下に書いてますけど、長時間にわたってパソコンの前に座ったり、普段から常にスマートフォンをこう使ってる、そうするとこういろんな体の変化が起こるんだよ。なんか首が前に出たみたいになる、でも首は太くなる、なんか手の関節がおかしくなる、ね、いろんなことを言ってます。で、まあ、ここ自体は私はそうなんだと思うんですけど、まあ、その下ですね、赤い字で書いてるところが私は常日頃皆さん方にお伝えしていることと同じことを指摘していたので、ここに持ってこさせていただきました。まあ、こういったさまざまな、まあ、スマートフォンもそうです、テクノロジー、要するに、まあ、座りっぱなしをこう誘発するような、そういうテクノロジーは、その我々にその便利ですよね。それから楽しいエンターテインメント、そういうものをもたらしてくれると。それそのものには私は異論はありませんし、それはそれで大事だと思います。ただ、このことについてはそのトレードオフが絶対あるはずなんだということなんです。当然便利だとか楽しいとかっていうメリットはあるけれども、失うものもあって、それは私は健康なんじゃないかなというふうに常に思っています。ですからもっと長い目で見て、このスライスのリスクっていうのはすぐに出るわけじゃないですね。サイレントキラーです。徐々にいつの間にかなってですね、まあ、そういったところを我々はしっかりと認識しておく必要があるだろうというふうに思って、この資料をここに掲載させていただきました。じゃあどうやって座りすぎを減らそうか、いろんな取り組みがあります。今日のようにこうやって座りすぎのこうリスクを皆さんにお伝えするような、まあ、こういうのも働きかけ減らす取り組みですし、パソコンとかウェアラブルのデバイスからこう刺激が来てですね、立ちましょうというような刺激が出るようなものも含んでいますし、まあ行動理論というか、まあ、その自分で座りすぎないように目標を決めたり、自分の座っている時間をモニタリングしたり、まあ、こんなことも行われています。それから環境の介入という、これは仕事場に多いんですけども、立っても座っても仕事ができるようなデスクやワークステーションを使っているオフィスのレイアウトを工夫することで座りすぎを減らすような取り組みを行われています。それからそれをこう合わせたようなものに、さらに、会社として取り組む、組織として取り組む、もっと包括的な会に、まあ、こんな風に分けられるかなと思います。皆様方ご存知かどうか分かりませんが、Apple Watch なんていうのがですね、これはこうアクティビティをこう測ることができるんですけど、まあ、運動時間が測れたり、歩いてる時間が測れたりするんですけど、その中にもう一つこうスタンドっていう機能があるんですね。こうずっと座ってると毎時50分になったら、腕時計してるとブルブルっと腕が震えるんですね。刺激が来て、スタンドの時間ですよって、立ち上がって1分ほど動きましょうって言われるんです。ああそうかと思って、こう私なんかつけてた時はこう意味もなくこうフラフラと動いたもんなんですけど、何が言いたいかというと、まあこういうことによって我々はなかなかこうずっと目の前のことに集中していると、なかなかなんて言うんでしょうか、こう忘れてすぐに1時間2時間経っちゃうなんていうことよくあるんですね。まあ、そういったところからすぐにこう刺激を知らせてくれるなんていうのは、我々が座りすぎを減らすことにかなり貢献できるんではないかと思っています。それからこうスマートフォンに入っている
あのアプリっていう我々呼んでますけども、アプリの中にも日本語でもあるんですけど、体を動かす今日歩数何歩でしたみたいなのもありますが、それに合わせて1日どれぐらい座ってましたか、どれぐらいブレイクをしましたかという、そのブレイクの回数が分かるような、そういうようなものも開発されていて、あのスマートフォンを使うことが悪いじゃなくて、これをうまく使って座りすぎを減らそうなんていう取り組みも行われているということでございます。それから私、これ、あの私が留学してたオーストラリアの時にいただいていた仕事場のデスクなんですけど、こうデッドゾーンになるその L 字のところをですね、こうやって、これワークステーションを見てるんですが、まあ、あの右の方に見てもらったように、座っても立っても同じようにパソコンを使って仕事ができるんですね。だから立ちたいなと思った時に立てるんです。まあ、こういうようなものがだんだんとこう職場なんかには導入されつつあるということでございます。これなんかは企業の中で、ある大きな企業ですけれども、会社の移転に伴ってこう社員さんの皆様にこう立っても座っても仕事ができる。こういう仕事のない時は座ってやろうかな、でもそろそろ立ってやろうかな、立ってメール打とうかなみたいなのはこうあの仕事の形態に分けて使われているんですね。それから右側のように立ってできるようなのミーティングのスペースみたいなのも今では仕事場なんかにどんどんと導入されていっているのもあります。これ実は私の大学の研究室の様子なんですね。あの見てもらうと分かる通り、皆さん方あの立って仕事をすることをもうデフォルトになっている、そっちがスタートで、まあ、じゃあ座りたいなと思ったらちょっと座る、当然椅子は用意はしてるんですけれども、まあ、こうやって、のが日常、我々の日常になっています。もちろんこの机の方に注目してもらうのも大事なんですが、あの腰が痛かったりですね、肩痛かったりする人ほど立ちたくなるんですね。まあ、そういったことからこの、机の部分だけではなくて敷いたところにある、あの下ですね、床のところにある黒いマットみたいな、こうやってすごくあの高反発の気持ちいいマットなんですね。こういうものを少し導入して、このアクセサリーになんかもうまく使うと、比較的長い時間あの立って仕事をしたり、まあ、アクティブに働くことができるんじゃないかなというふうに思っています。また最近ですと、こんな状況ですから、まあ、家でパソコンを使う人も多くなってますし、在宅の仕事、ね、ことがこのコロナ禍なんかではすごくあると思うんですけれども、この左側にあるこれフリーデスクなんて言って、非常にこう、まあ、比較的安価でですね、で足が木でできてるんですね。そうですから家に置いていても全然こう違和感がないんですね。非常にコンパクトに折りたためるので、使わないときはこうしまっておけるみたいな良さが、まあ、最近なんかこれをすごくお勧めして、私もこれをあの仕事場で使っていたりします。それから右側のなんか、これはちょっと面白い、私も持ってるんですけど、あの楽しそうなんでこれ買ってみたんですが、あの窓にこうペタッとこれ吸盤がついて、丸いところが吸盤なんですね。あそこを止めると窓ガラスにつくんです。そうなると下にあるようにあそこに机ができてですね、パソコンを置いたりして外を眺めながら仕事できる、ね、でこういう人たちは私は新窓際族というふうに呼んでいます。さっきあの労働生産性が低かったりワークエンゲージの低い人、あの昔の窓際族と言いましたが、そうじゃなくて今はこうやって窓際に行く人こそですね、アクティブでヘルシーに元気で健康に働いている新窓際族なんですなんて言って、あのこういうのを奨励しています。まあ、こういったように大きな机だけじゃなくてちょっとしたスペースさえあればこう立ったりあのしながらアクティブに働けるなんていうのも、あるいは左側にも家の中で、パソコンを使う、まあ、高齢の方ではですね、こう少し立ってあの仕事をする、家でパソコンを使うなんてことがあってもいいんじゃないかなと思って、まあ、紹介をさせていただきました。こういうものを使うとかなり在時間が減るというふうにも言われています。でそれを証明したのがこれで、今日のようにこう教育をしたりかあの刺激の介入ですと15分で、先ほどのような机を導入したりするワークステーションを導入すると70分、こう包括的、それをもっと包括的になれば90分ぐらい、平均では40分ぐらいあの減らせますよって言われてます。さらに研究上は、まだまだ短期的中期的な効果しか分かんない、もっと例えば2年ぐらいもう長期にわたって検証する必要があるんだよなんていうのが、まあ、研究の動向となっています。またあの このように個別で取り組むような、あるいは企業でとして取り組むとかじゃなくて、
なかなか高齢の方々が家を中心にして生活をしている方が多いと思いますので、そういう方々の座りすぎをどうやって減らすのかというのは私も非常に苦心しています。まあ、それで非常に興味深い取り組みがあったので紹介したいんですけども、これは石川県の野々市市という町なんですけど、スタンドアップ301キャンペーンなんていうのをやっていました。で、世界一座りすぎない町を目指そうというような取り組みでして、自治体と老人クラブ連合会が連携してやってたんですね。で、左側のこれスタンドアップ301宣言、私何々は家で座りっぱなしでテレビを見るという生活とは決別し、30分に1回立ち上がることは違いますなんて、これ行動契約なんていうテクニックなんですけども、こういうものを取り組んで、これ右側はですね、これポスターになっていて、ちっちゃいものもあるし大きいものなんですね。拍手の時とか、そう発言する時も率先して立ち上がろうって言って、これなんか綺麗だなと思って、なんかモデルさん使ったのかなと思ったら、老人クラブ連合会の人たちだったんですね。本人たちがこれに出て、このポスターが街中に貼ってあるんですね。いろんな箇所に貼ってあって、目に触れることになって、ああ、気づいた時には立ちましょう。まあ、今あんまり奨励できませんけど、この左側ね、カラオケしてる時も立ち上がって歌いましょう、拍手しましょうと。テレビの合間も立ち上がりましょう、なんていう。まあ、こんなことをキャンペーンとして取り組む、なんていうのもあるわけですね。まあ、個人に対してアプローチだけじゃなくて、街ぐるみでやる。地域ぐるみでやるなんていうのも、これからみんながつながってです、今日のテーマにもなってますけど、つながりつつ座りすぎを解消していくという点では非常に有効なんではないかなというふうに思っています。まあ、どうしてもそれでも座らざるを得ないとき、今日皆さん座って聞いてるかもしれませんが、足動かしましたでしょうか。私も、まあ、今座ってこうやってお話してますけれども、少し気づいたときにはちょっとこうやって左右側にあるかかとを上げる運動とかですね、あるいは左側のようにつま先を天井に向けて太ももに力を入れるように、要するに筋肉にスイッチを入れてあげるという行動を少しでも気づいたとき、これ別にテレビを見てるときにやっても構いません、仕事のときでもいいでしょう。かかとを上げるのは例えばソファーに座ってるときだってできると思うんですね。そうやって気づいたときに何回とかっていうとですね、あんまりこうそれしかやらなかったりしますので、あ、自分がちょっと長く座ったなと思ったら、あるいはテレビ見てコマーシャルの間にですね、ちょっとかかとを上げる、ちょっとつま先に近いで天井に上げる、太ももに力を入れる、なんていうことをぜひとも、なんていうんですか、心がけてというか、頻繁にやるようにしていただけたら、この座りすぎのリスクを少しでも回避できるんじゃないかなというふうに思います。実は、つい先日ですね、WHO からもですね、体を動かすこととかに関するガイドラインというものが公開されました。で、これまでは WHO のガイドラインはフィジカルアクティビティガイドラインといって、それでその体を動かす方にだけ焦点してたんですけど、ついに、この2020年にはタイトルにフィジカルアクティビティ&セデンタリービヘイビアガイドライン、座りすぎの問題についても触れて、それをできる限り減らしましょうといったようなメッセージを込めてガイドラインを出しています。まあ、こういったことからも我々は、まあ、日本でもちょうど今このガイドラインの改定作業をしておりますけれども、体を動かすということだけ、それだけではなくて、それ以外の時間座っているわけではなくて、それ以外の時間をいかに座りすぎないかというところも視野に入れて、一度の生活を送っていただきたいなと。そのことによって健康寿命を伸ばすという取り組みを、個人のレベル、個人個人でどんどんとやっていってほしいなというふうに思っています。一番左はこれ英語の本の話ですけども、私が今お話したようなことっていうのは右の方の書籍に少し書いてます。少し2017年のものですから古くなってきましたけれども、大枠はそう間違っておりませんので、興味あればお読みいただけたらというふうに思います。これ最後になりますけれども、我々はこう進化の過程で今こんな座りっぱなしの状態にあります。で、その人に急に動いてくれというのはですね、なかなか言っても難しいんですね。で、私はこの立つっていう行為がまずこの入り口の行動になるんではないかというふうに思っています。で、今日の話を聞かれた方はですね、まず、まあ、体を動かすことができればいいんですけど、その前にまず立つ、とにかく何かあったら立とうと、この習慣を身につけることから人が始めていってほしいというふうに思います。以上で私からの話は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。